この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。迷子になるやつかな。 I think I'll be lost if I go any further, so I'm gonna go back. I'm gonna play smart. 今回でもあっちにさ、ドアがあるの。行った方がいい。でもそっちに向いてる、ドアの方に向いてるから、あのタレットが。Very smart。 みんな、わかった？ちゃんと階段使うこと重要だよ。まだここにいるの。普通に気が悪い。なるほど、少しずつ移動させてんだね。いや、死にそうになってる。死ぬな、死ぬな、死ぬな、死んだ。こんな大きに背後を振り向く。アーニャ、結構頑張ったね、でも。なんで死んだんだ？私、階段降りるのめんどくさくて、ピョーンってしたら、ピョーンってしたら落ちちゃった。でも出口がさ、こっちなんだ。And I had a lot of stuff in my army, so I'm just like, ファー。No way! 帰ってこれてるからいいじゃん。行かれよ。ない。ふう。そっか、アーニャは蜂で死んだのか。そう。そう。アーニャも前に住む。死んだ。ただいま。死んで。アーニャは蜂の巣だよね。あ、そう。アイリスはなんで死んだ？私はね、すごい、もうすごかったよ。もう化け物がね、もう3体ぐらいいて、みんなにすごい囲まれてね。でもね、逃げ道ないわと思って、でもみんながほら近くにいたからさ、やばい、一人の犠牲にのおかげでみんなを助けられるんだであればと思って、自己犠牲心で、あれしたんだよ。みんなから遠、その化け物はね、化け物はみんな遠くに、遠くにね、あれしたんだよ、私が頑張って逃げて、みんなの命を救ったんだ。そうなんだ。アイリス、なんで本当は本当はどうしたんだい。本当はね、階段降りるのめんどいなと思って、ぴょんってしたら落ちてしまう。おい、ゴミかよ。おい。自分で死んどるやんけ。結構大荷物持って死んだ。自滅じゃない。もえもえ。ルーナ、姫様、こっち出す。こっちがわからない。こっち。こっちだよ。電池なくなるから。こっち。何だったんだろう。何だったんだろう。なんでだろう。どこ行くねん。